さつきが昇る今日が終わりだす願い奏でる言葉を飲み込むフライデーナイト泣き出す君はまだ大丈夫駆け出せ足音明日を変えたいああならならまだまだまだまた夜空一緒に満たして書いて流れる時を眺めるだけじゃ笑えない回る空うさぎ君と明日はイコール負けるな明日に背を向けたくないああからから今からから遥か月を目指した今日の空は彼方西に流れたもう届かないやああ届かないや皆さんこんにちは。ゆうりチャンネルをご覧の皆さんこんにちは。ゆうりです。今のミスですか？いえ、久々だからなんか2日会ってないからね久々に2日空いたからそうだね、分かんなくなったのよ。忙しかったからね。忙しかったから、ちょっとねテレビの方に行ってきたんだよ。おい、カミカミですけどもしかしてお疲れですか？ちょっとお疲れのとこすみませんね。いやいや、でもね、今回この、はい、回る空うさぎって曲を歌ったんだけど、はい、すごい変わった曲名じゃん、うん、俺も全然正直知らなかったの、うん、でも TikTok それこそ見てて、うん、あーかーって歌ってる女の子いたわけ、うん、それでうわ何この曲と思って、うん、その曲をさハッシュタグで検索して、うん、もうそれを歌ってる人たちをずっと見てたの。へえ。でみんなめちゃくちゃいいのよ。なんか女の子の声が似合う曲だと思うけど、うんうんうん、なんか俺ちょっと違うのかもしれない、もしかしたら。どうしたどうした急に俺が今日歌ったらなんか俺が聴いてたやつの方が良かった。あーなるほどね。そのなんかいつもは、うん、これは結構かっこよく歌えたんじゃないかなって思うけど、うん、今回はねまあ悪くはないと思うけど、うん、もちろんもちろん、うん、だけど TikTok でねぜひこの、ね、曲名調べてみてごらん。あ、これ女の子の方が合うと思う。自分の声そう、なんかこれってサビがすごく高いの、うん、遥か慣れててたあーそこの声が聞こえたけど、そこの声がめちゃくちゃいいから、うん、ぜひね、皆さん見てもらいたい。 YouTube にもさ、一番上に上がってくる人の曲、うん、めちゃくちゃいいのよね、うんうん、でそれもやっぱ女性だし、うん、男性だとねほんとキーはだいぶ下げなきゃいけないよ。だってこの曲はね、マールソラウサギの、この原曲のキーが遥か月を目指して
これが原曲？原曲、もう無理でしょ。だから俺はオクターブ下が、うん、春か月を目指した今日の空は、うん、なんだけど、うん、ちょっとだけ上げて、春か月を目指した今日の空は彼方。だからやっぱりね、キーはだいぶ下げなきゃきついと思う、男はね。でもね、うん、実は下げすぎも危険なとこがあって。え、なんで？最後がね、うん、やあ、届かないや、あ、あ、あ、ここまで下がるから、レンジが広いから。なるほど。結構ね、弾き語りは難しいと思う。サビだけ歌ってる、TikTok が短いじゃん、うんうんうん、30秒とかだから結構なんだろうな、なんとでもなるけど、うんうん、フルで歌うってなると、例えば YouTube にさ、フルの動画上げたいとかなると、うん、結構ね、厳しい、うん、大変、うん、ただ曲の時間が短いからね。あー、なるほど。なんか最初がピアノの音なの、うん、この曲ってパン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 っていう、後半になるとさ、ピアノソロみたいな感じで、ね、結構ピアノが最初は可愛いよな、ポン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 で、うん、トン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 なんだけど、後半からは結構ね、うん、引き倒してるのよ。へー。それもなんかすごくかっこよくて、なんかバックの音は正直さ、うん、薄いような気もするの、うん、そんな分厚いさ、ザ、うん、ーンってグッとくる感じじゃないんだけど、でもなんかね、すごく耳に残るんだよね。きっと夜がイメージじゃん、うんうん、だからなんかすごくね、夜なんか聞いたらなんかすごく落ち着くと思う。今ってやっぱりさ、うん、あんまり楽しくないじゃん、うん、世の中が、うん、何もやってないし、店も。だけどなんか夜この曲聴くと落ち着くし、うん、なんかすごい癒されると思う、うん、だからぜひね、皆さん聴いてみてもらえると嬉しいです。初音ミクさんがさ、歌ってるやつを聴いてから、うん、あの他の人がカバーすると、うん、あ、この人はここをこういう風に歌ったんだとか、うん、あの人はここをこういう風に歌ったんだとか、うん、なんかいろいろみんな違いがあって、すげえ面白いなと思うから、うん、俺も結構さ、聴いてるからさ、うん、こういう曲どんどんやっていきたいよね。うん、で、なんかいつか俺もこんなレコーディングとかしてみたいけどな、こういう曲を。難しそうだね。ね、難しそう。しかもなんか結構歌うの難しい曲が多いよね、こういう歌い手さんが歌ってる曲ってさ、ね、バックの音楽もさ、うん、すげえ難しいことしてるし。してるよね、うん、だからね、なんかいつかでも挑戦してみたいなって思いました。いいです。で、この曲もなんかピアノだから、うん、これこそなんかね、ピアノコラボとかもしてみたいよね。ね、ユーリズ、ユーリズ、ちょっとまたちょっと連絡してみようかな。ちょっと頼みすぎな気もするけど。そうだね。またこういうなんかすごく癒される曲をまたなんか歌ってね、うん、みんなが寝る前にこの曲を聴いて、僕の YouTube を見て、いい気分になれたらなって、なってもらえたらなって思います。これからも頑張るので、ぜひ皆さん見てください。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。何の時間だよ。